皆さんこんにちは。豊橋市子ども家庭科の渡辺です。蒸し暑い日が続きますが、皆さん水分補給はしっかりされていますか？今回はこの季節に見ごろを迎えている花の話題を2つ紹介いたします。まずは笹百合の里祭りの話題からです。ご覧ください。豊橋市生部町の笹百合の里で6月6日と7日の2日間笹百合の里祭りが開かれ、多くの人でにぎわいました。笹百合の里はおよそ3000平方メートルに3000株以上の笹百合が群生する場所で、今年設立20周年を迎えた生部町笹百合保存会によって管理・保全されています。笹百合は日本特産の日本を代表する百合で、毎年5月下旬から6月中旬にかけて可憐なピンク色の花を咲かせます。今年は5月23日に1つ花を咲かせ、その後一気に開花し、6月6日時点でほぼ満開、10日前後まで楽しめるということです。笹百合は日本古来、昔から日本に咲いておる百合で、百合の原種です。7種類日本だけの固有種があるそうですが、その中の一つです。そしてもうずっと神代の昔から皆さんに好かれてる、大変いい花ですよ。笹百合の好きな方がは方々の百合を見に歩いてるです。そうした方がここへ来て言われるに、たくさん咲いてるねここは、と言われるんですけど、僕のとは初めこれを増やすに、種から種をまいて増やしなさいということを教えられたもので、それが功を奏したと思います。笹百合の里祭りは花が見ごろを迎える6月上旬に毎年行われており、売店や接待所も開設されます。そして祭りの2日間、地元の高豊中学校の生徒179人がボランティアで参加しました。お茶の接待や花の苗の運搬など、どの生徒も積極的に取り組んでいました。メロンのビール漬けの販売をしております。どうですか、売れ行きは？上々です。来園者は濃淡のある笹百合の花をじっくりと鑑賞したり、園内から見える表浜海岸を眺めたりと、思い思いの時間を過ごしていました。綺麗でした。今日のすごく綺麗でした。とても本当に濃い色から薄い色、いろいろありましてね、今一番綺麗ですよね。去年も3年続け、3年目です私は。綺麗だと思います。濃いのがあり薄いのがあり、楽しみました。香りも近くで香って、とても素敵でした。花の咲き具合は中を過ぎましたけどが、まだまだこれからも咲き出す花がありますので、咲き始めはとても綺麗な花です。ぜひ見に来てください。ここはいつでも開放しておりますので、ご自由にごゆっくり見ていただきたいと思います。可憐な笹百合の花を皆さんもぜひご覧ください。続いては花菖蒲祭りの話題です。どうぞ。豊橋市加茂町の加茂菖蒲園で現在花菖蒲祭りが開催されています。今年は例年より花の生育状況が早く、開花時期が早まったこともあり、撮影した7日は満開の花菖蒲を見ることができました。現在豊橋市加茂町で花菖蒲祭りが行われています。花菖蒲祭りは豊橋市加茂町にある加茂菖蒲園で行われているお祭りで、江戸系、伊勢系、肥後系の
約3系統の花々が約3万7千株植えられています。祭り開催期間中7日は、様々なイベントが行われました。二川宿本陣祭り、正姫琴姫写真撮影会や大道芸のショーも行われました。この大道芸ショーは大道芸人岡さんによる水晶や風船を使ったパフォーマンスで観客を沸かせました。マリアの完成です。お、今日めっちゃなんかお客さん超優しい。ちょ待って、よかったら。そしてカメラを持った大勢の人たちが集まった正姫琴姫撮影会。浴衣姿の正姫と琴姫が花勝負をバックにポーズを取ると、多くのシャッターが切られました。他にも鴨神社参道では野菜の販売や石木店も行われ、来園者の足を止めていました。毎年子どもたちに人気なのは乗馬体験です。子どもたちは馬に乗り、動き出すと嬉しそうな表情を浮かべていました。楽しかった。力が強い馬だった。白や紫、青、黄色など色とりどりの花勝負を見ることができる鴨勝負園。祭り期間中はライトアップも行われています。毎年来ますね、はい、去年は終わり頃に来ちゃって。今年のお花はどうですか？可愛かった。この花勝負、何色のお花が好きかな？白。色がすごく綺麗ですね、紫なんか特に好きです。現在好評開催中の花勝負祭りは6月の21日日曜日までの開催の予定となっておりますが、花の開花状況に合わせもしかしたら早まるかもしれません。豊橋市のホームページ等で随時情報を更新しますので、そちらをご確認ください。白や紫、黄色など色とりどりの花勝負が見られます。皆さんもぜひ鴨勝負園へお出かけください。次は児童手当の現況届けおよび子育て世帯臨時特例給付金申請書の提出についてのお知らせです。児童手当の現況届けは6月分以降の児童手当を引き続き受けられるかどうかを確認するための届け出です。昨年度に引き続き子育て世帯臨時特例給付金と兼用の申請書を受給者宛に送付します。提出方法については、公務員を除く対象者は届け出用紙に6月1日現在の状況を記載し、6月30日までに子ども家庭課まで郵送か、豊橋市役所東128会議室までご持参ください。また公務員については、子育て世帯臨時特例給付金申請書は職場から交付されます。児童手当に関するお問い合わせは子ども家庭課まで。子育て世帯臨時特例給付金に関することは豊橋市臨時福祉給付金等コールセンターまでお問い合わせください。詳しくは広報豊橋6月1日号22ページをご覧ください。対象の方は期限内の提出をお忘れないようにお願いいたします。さて、今週の豊橋ナウはいかがでしたか？それでは、最後は花勝負祭りで出会った皆さんをご覧いただきながらお別れしたいと思います。来週の豊橋ナウも、お楽しみに。 豊橋